東京都新宿区西新宿の超高層ビル群以下に、東京都にある高さ170メートル以上だが、例が多くなるため敷地を上げているの超高層、建築物と構築物の一覧を示す。高さは先頭を含み、アンテナマストは含まない。日本の47都道府県で最大の人口を、要する東京都には、高さ180メートル以上の建築物及び、構築物が54にある。 東京都で一番高い構造物は2012年に完成した東京スカイズリーで高さ634メートルの自立式鉄道である。東京都で二番目に高い構築物は高さ332.6メートルの東京タワーで1958年に完成した。東京都で一番高い建築物かつ三番目に高い構築物は高さ248.1メートルの ミッドタウンタワーである。日本の建築物及び構築物の高さ上位25棟のうち16棟は東京都にある。高さ200メートル以上の建築物は国内に39棟あり、そのうち東京都内には27棟所在し、東京都に偏在している。150メートル以上のビルの数は、香港、ニューヨーク、ドバイ、新鮮、上海に次いで多い。 170メートル未満の超高層ビルは、カテゴリー、東京都の超高層ビルを参照。港区、千代田区、中央区、新宿区、豊島区、渋谷区、江東区内のビルの順位は以下を参照。日本で超高層建築物が建設されるようになったのは、比較的最近のことである。景観及び技術的な理由から、日本の建築基準法は、 容積率制限が導入された1963年まで31メートルの高さ制限を設けていた。この建築基準法改正後、霞が関ビルが建築され1968年に完成した。霞が関ビルは36階建て、高さ156メートルで、それまで日本一だった17階建てのホテルニューオータに本館の2倍の高さとなり、 日本初の超高層ビルと考えられている。第二次世界大戦後の高度経済成長と東京オリンピック夏季オリンピックは1960年代、1970年代を通じて建築ラッシュをもたらし、バブル景気の発生、崩壊を経験した1980年代、1990年代も続いた。東京都は東京23区と多摩地域に分けられるが、 すべての超高層建築物はかつて東京市であった23区内にある。新宿区の西新宿地区は東京都初の超高層ビル群大規模開発エリアだった。1971年の慶応プラザホテル本館の完成を皮切りに超高層ビルの建設が続き、今では東京の全超高層建築物のうち11棟がこの地区にある。 2012年には高さ634メートルの東京スカイツリーが完成。東京タワーより301メートル高くなり、日本で一番高い自立式構築物となった。また、2027年には高さ390メートル、国内最高層のビルが完成予定。判例、イコール同じ高さのため同順位のビル南鳥島ロランシー局赤坂。 プリンスホテル新館以下はかつて東京都に存在したが解体または破壊されて現存しない高さ110メートル以上の建築物と構築物の一覧である以下は東京都で建設中の高さ170メートル以上の建築物と構築物の一覧である骨組みのみ完成しているビルも含む以下は 東京都での建設が計画されている高さ170メートル以上の建築物と構築物の一覧である。このほか六本木五丁目西地区再開発、赤坂七丁目二番地区など200メートルを超えるビルの建設計画がある。以下は、東京都での建設が計画されていた高さ180メートル以上の建築物と構築物の一覧である。以下は、 浅草両雲閣以降の歴代の東京一高い建築物の一覧である。構築物では1958年春光の東京タワーが2012年の東京スカイツリー、春光まで高さ日本一であった。ありがとうございます。